우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 오늘부터 시대 토문이 레하여 사사게 때를 미나상 마태는 후인 쇼츠 록쇼츠 록스 신공으로 고각을 하십니다. 쇼 이끼를 이기대로 카메라 놓고 그리스도 됐. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 사태 도나리노 카타오 축복해 주시기 예배가 모든 것입니다. 레이하이와 스베테노 코토데스. 레이하이가 스베테노 코토니나리마스. 여러분들한테 예배가 모든 것이 될 때 그때서부터가 이 예배가 진짜 예배입니다. 미나산이 타이시테 레이하이가 스베테노 코토니나루 토키 소코카라 마쿠토노 레이하이와 하시마테 이키마스. 구약에서 예배는요. 구약의 레이하이와 구약의 레이하이와 神の神殿で動物の血を持って生贄を捧げることによって始まりました。そして新約に来ましては教会でキリストの血を持って礼拝を捧げることになりました。このキリストの血とはこの世の中のすべてとなります。この世の中の全てはキリストの血で復活したのです。この世の中でのすべての回復はキリストの血によって回復することができます。今日私と皆さんは何を見つけなければならないんでしょうか。この世の中はすべてがよく食べてよく生きることの話ばっかりですが、我が神様の御言葉はそれぐらいの水準ではありません。死ぬか生きるかの永遠に生きる水準の御言葉です。今日の題目はエリアが仕えている神です。まず先に私と皆さんはもう一回世の中を確認していかないといけません。108번뇌라는게있습니다。仏教でよくお話ししている108煩悩ということがあります。108煩悩、그걸간단히설명을드리면요、それを簡単に説明していきたいと思いますが、인간에게는육근이라는게있답니다。我が人間には六根というものがあります。耳、目、鼻、舌、そして私たちの体、そしてこの体を생각이죠支配している自分の考え。그래서이여섯가지를합쳐가지고육근이라고하는데요。この6つを合わせて6根と言います。私たちの目を持って私たちが見たいことだけを見ること、それが問題です。우리는두눈이있어서정확하게양쪽을볼수있는눈이있어야되는데私たちには2つの目がありますので、正確に物を見る視覚が必要です。오직내가보고싶은것만보는것이문제인거예요。ただ自分の目を持って自分が見たい一つの部分、自分の見たいことだけを見ようとすることが問題です。私たちの耳は二つですので、両方のお話を聞いてから判断しなければなりません。しかしその二つの耳が一つになって自分が聞きたいことだけを聞くこと、それが問題となります。これも同じです。私たちは良いことと悪いことを一緒に担うので、お花も一緒です。時には良い香りのあるもの、そして悪いことも全てを匂うものは正しく判断しなければならないんですが、自分が吸いたいことを吸って、そして自分の口も自分が食べたいことだけを食べて、皆さん自分が食べたいことだけを食べているのではないんでしょうか。時には食べたくなくても体に良いものがあれば食べたりしなければなりません。そして私たちの体は自分の体に快感を与えること、その楽しみを与えることだけについていきます。このすべてのことは自分の考え、自分の意思から出てくるものです。自分の考え、その意思は権力、お金、世の中的な成功、世の中的なものだけについていこうとしています。目、口、鼻、舌は全部私たちが持っているものです。
目、耳、鼻、舌、体、胃、この6つのことはいつも私たちが持ってて、私たちがいつも生きていきながら共にするものです。そのすべてが自分が勝手に육신생각여섯가지요것도니나게쓰이되고또시대로가됐습니다이세상을합쳐서열두가지인거예요또는무츠노기간을통해서지분노우리는날마다이열두가지를가지고요또는무츠노기간을통해서무츠노나야미것도가있고또それをかけて36것となります。좋다나쁘다저것이 나맞는것같다안맞는것같다そして人はこの6つの期間を通していつもこれは良いことだ、これは悪いこと、これは不平だな、これはヘイトだなと判断するようになります。이요이것도와르이것도헤이토나것도무츠노감정무츠노나야미오모테30それを倍して36個になりましたが、そこで過去現在未来それぞれまた倍にして合計108となります。그자체가시달리고괴로움속에사는거죠。これを置いて108번노と言います。그런가하면은요또네가지로또얘기하는경우도있습니다。そして世の中ではまた4つのことを첫째가뭐냐면재행무상이라고요불교대화의아또世の中について불교대화4つのことを持って반드시伝えています。諸行無常ということがありますが、그다음에모든형태를가진것은시간이지나면서점점소멸된다는것입니다。この世の万物は常に変化して、ほんのしばらくもとどまるものはないこと。또하나는요회자정리라고요만나면반드시헤어진다는겁니다에샤조리というものがありますが、これはこの世で出会ったものには必ず別れる時が来るということです。夫婦も親子も兄弟もそして親友の関係も必ずいつかは別れる時が来るということです。生まれたものは必ず死ぬことと同じように、出会ったものには必ず別れる時が来るということです。そして私たちがいつも握っているものはいつかは必ず手放さなければならないということです。いつかは必ず手放さなければならないということです。時にはしっかりグーで握って死んでいく人もいます。そのまま死んでいく人もいますが、しかし生きている人がその死んだ人のグーをお葬式をするときに一つ一つ開いている姿を見たことがあります。そしてまた温蔵へ온조의그또유유지주구가ありますが、仏教で言うことなんですが、내가원하고하고싶원하지않고恨み憎む者にも合わなければならない苦しみのことを言います。私が望んでいても望まなくても合わなければならない苦しみがあるということです。そしてまた工夫と苦ということがあります。求めているものが得られない苦しみ、いくら私が求めていても得られない苦しみということです。物質的な欲望が満たされない苦しみのことを指します。今お話しした4つのことと108煩悩を合わせて見てみますと、この世の中の人生は何の望みもありません。正確に言いますが、今まで言ったこの108本のと4つの世の中で言っている4つのこと、これは全て世の中でよく言っていることです。世
世の中は数字1234の4に동서남북 안에 살고 있습니다. 우리는 날마다 체크를 하는데요. 囲まれ ています. 東西南北も一緒なんですけれども 西路病死 そして長さ広さ高さ深さ 그리고 우리는 물과 불과 공기와 흙 속에 있어요. 水火空気土 この 4つ 저와 여러분들이 힘들어서 돈이 없어서 교통사고 나서 죽는 것 같지만요. 私たちが 年老いて体に病気が来て時には交通事故で死んでいくと思っている価値なんですけれども、しかし実は水火空気土、これが全てです。旧約で生贄を捧げる時、その捧げ物は何でしたか？ 子牛、子羊、鳩、また우리는요, 이 세상 가운데 사실은 갇혀서 사는 겁니다. 야기でした、小ヤギでした. 세상만을 바라보면 世の中で言っているこの全て4つの中に囲まれている人生 この世の中だけを見てみますと 何の望みもありません. 그래서 하나님이 이 땅에 그리스도를 보내셔야 되는 건 당연한 거고 절대적인. 그래서 そのためにも 하나님이 그리스도를 이 세상에 送らなければならないことは あまりにも 당연한 것であり 그리스도를 보내시기로 작정하신 것이 시작이고 아타리마이나 것です. 하나님은 그리스도를 送ることを 사담에 心に 사담했습니다. 그리스도 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 게 そして 그리스도가 오라래 私たちを 救うことは 最後の チャンスです. 그리스도께서 이 땅에 오셔가지고 재림 때 심판하신 것이 영원한 겁니다. 그래서 그 그리스도가 다시 이 세상에 재림나사때 영원히 사박할 때가 영원한 때가 엘리야를 통해서 그 말씀을 다시 한번 오늘의 본문은 엘리야의 것인데요. 이 본문의 내용은 엘리야의 인생을 보면서 이야기를 계속해서 하겠습니다. 열왕기상은요. 다이치 레츠오키 という 보내면서부터 시작되는 내용입니다. 第一列王記は 하나님이 엘리야という 예언자를 보내는 시작됩니다. 이 엘리야의 시대. 시대가 악해진 시대예요. 도대모 악나 시대となります. 계속 악해졌지만 더 물론 시대 시대의 것도 도대모 악です. 악나 시대でしたが, それよりも 엘리야 시대도 마사르 악나 시대でした. 그 다음 후대가 되는 엘리사 시대는 더욱 악해지는 거죠. このエリア自体もとても悪な時代でしたが、エリアの次のエリシャの時代ももっと悪になります。年老いた大人の方の時代もとても悪な時代を生きてきました。しかし今私たちの時代はそれよりもっと悪な時代を生きています。そして次の 我が知性体が生きなければならない時代ももっと悪になった時代を生きなければならないと思います。時代ごとに偶像がどん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 太くなっています。数え切れない偶像が入ってくることエリアの時代に時代が悪になったということは時代は時代ごとに 악になりましたが それを私たち個人に適用してみますと 여러분들이 더 악해지느냐 안 악해지느냐 이 기준이 뭐냐 皆さんももっと悪になるのか悪にならないのかその基準となることがあります。その皆さんが持っている個人個人にある偶像によります。私の中に偶像、私の中の偶像がどん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 大きくなっていけば 悪になる しかありません。しかし私の中にある偶像が消えていきますと時代は悪になっていても私は悪になることはありません。 내 안에 우상이 없으면 그래서で私の中に偶像がなければ 시대는 우상 때문에 심판받을지 모르지만 時代は偶像によって裁かれるかもしれません. しかし 우리 개인 자신은 심판과 私たち個人はその裁きとは関係のない人生を生きるようになります. 하나님이 왜 엘리야를 神様は なぜ エリアを 預言者として送ったんでしょうか? 당연히 그 시대가 악했기 때문에 엘리야를 보내
もちろんその時代がとても悪になっていたので、そのためにエリアを預言者として送りました。預言者と言いますが、エリアは선지자도되고예언자도되는데요。このエリアは預言者でした。예언자라고할때는전기예언자와후기예언자를이렇게나눕니다。この預言者の中でも前に用いられたもの、そしてその後に用いられた人物が存在します。その前に用いた、そして後に用いた預言者、どれぐらい、何によって分けられるかというと、前に用いられた預言者は自分の名前が聖書に記録されていません。自分の名前を名前が自分の名前の預言書がありません。その預言者たちを前に用いられた前期の預言者と言います。そして後期の預言者、後に用いられた後期の預言者たちは自分の名前、自分の名前の預言書があります。더중요한것은뭐냐예언자가할일이있고이네헤미야할일이있습니다호세아나도나도가하나님이예언자를세상에보내신거예요하나님은この預言者を世の中に送りました。예언자는미리알려주시는것과하나님의말씀을맡긴다는뜻이있어요この預言者にはあらかじめ進んで神の御言葉を伝える、そしてその神の御言葉に預かれたものという意味があります。神に用いられた預言者たちはあらかじめ進んで神の御言葉を伝えることができます。そのために神の御言葉をその預言者に預けます。ですのでこの預言者たちはその時代に神の前で神の御言葉を持って宣布することができました。その御言葉を宣布する理由はどこにあるんでしょうか。망해져가는그세상의질서를회복시키기위함입니다。滅びていく世の中の秩序を回復しようとすることです。그럼당연히세상이할일은뭐냐。そうすればもちろん世の中がしなければならないことは何でしょうか。그선지자예언자의말씀을경청하는것。預言者が伝えたその神の御言葉を敬重しなければなりません。そうしてからこそその時にその時代は災いから抜け出ることができます。これは時代世の中でも適用しなければならないんですが、個人にも適用しなければなりません。この世の中で個人の問題はどこから来るんでしょうか。神の御言葉を聞かないことから始まります。하나님을말씀을듣는다고하는우리에게는왜문제가있느냐。자そしたら神の御言葉を聞いてるという私たちにはなぜ問題が来るんでしょうか。その神の御言葉に敬重をしなしていないからです。その神の御言葉を私に与えてくださる私の御言葉として敬重しないから問題が来ます。皆さんが本当に誠に神の御言葉に敬重しながら私にくださる御言葉として受けるならば、問題は問題ではありません。세상을향해서말씀을선포하는선지자와의그관계가바로현실로나타나는거예요。ですので御言葉を伝える預言者と世の中との関係が結果として現れます。それが今日エリアを通して明かされます。오늘엘리야가누구를만났느냐부력자사르밧가브를만났어요今日エリアは誰に出会ったんでしょうか。助け人となるジャロハテのヤモメに出会います。そのヤモメを通して다시한번하나님이엘리야를사용하시는것을엘리야가깨달은겁니다。エリアはもう一度神様が自分を用いられたことを確認することができます。このヤモメは
시돈 노치노 이호진의 언나데시다. 살았던 여자가 누구냐? 그 오나지 시대에 오나지 시돈 노치노 이호의 언나として 出てくる 인물이 있습. 이세벨です. 같은 시돈 땅 이방인 여자인데 오나지 시돈 노치노 이호의 언나ですが 한 여자는 왕의 부인 왕비였고요. 히토리노 언나와 오노 한 여자는 부진, 아무 소망 없는 옥상도 나 아부 이름하여 사르밧 아부였어요. 뭐 히토리와 난노 나마에모 나이 자로하테노 야모메토시테 데테키마스. 똑같은 시대에 오나지 시대에 똑같은 사람을 만났는데 오나지 히토니 데아이마시다가 그 결과는요? 소노 결과와 마타쿠 코토나리마스. 소망이 없던 사르밧 아부에게는요? 난노 노조미 모나카타 자로하테노 야모메니 영원한 소망이 생겼고 에이엔노 에이엔나 노조미가 쇼지마시다. 권력과 신과 모든 것을 부와 모든 것을 가진 전력 치카라 스비테노 코토 오 못테 있다 이세벨와 와자와이노 나카니 오치루 코토니 나리마스. 그 기준이 뭐냐? 소노 기준와 도코니 아룬 데쇼우카? 전달하는 하나님의 말씀. 에리아오 토오시테 스타에라레타 카미노 미코토바 데스. 그건 우리가 룻기서를 통해서도 확인됐었죠. 소레와 아타시타치와 룻기를 통해서도 미루코토가 되기마시다. 나오미라는 여자의 두 며느리 룻과 오르바. 나오미의 두人의 똑같은 시간, 똑같은 장소, 똑같은 환경 상황 속에서 나오미와 두人의 언나 룻과 오르바였다. 나오미가 말을 한 겁니다. 자신의 무스코가 모두 신데시마타노치 고향으로 돌아가라. 루스는 따라오고 오르바는 돌아가라 이렇게 얘기하지 않았어요. 나오미와 루스도 오르바니 자신의 아하노 이에니 모도리나사이토 이이마시타. 같이 얘기했는데 오나지 마타쿠 오나지 코토 이이마시타. 한 사람은 나오미를 떠났어요. 시카시 오르바와 나오미가라 하나레테 지분노 하오야니 이키 하오야노 토코로니 모도리 소시테 루츠와 나오미니 츠이테 이키마시타. 소레와 나오미가 신지테이로 카미니 츠이테 이타 코토니 나리마스. 소노 결과와 2人의 지 소노 결과 2人의 진세와 마타쿠 코토나리 코토나루 진세오 이키이루 요니 나리마스. 미나산 다레니 데아테 다레노 오하나시오 키이테이루 노카 토이코토와 아마리니모 주요나 코토 데스. 눈에 보이는 엘리야라는 선지자도 사용을 하셨지만 카미사마와 메니 미에르 엘리야という 예언자も 모치라레마시다가 메니 미에나이 그 조력자들 동역자들도 하나님은 사용을 하신다는 거예요. 메니와 미에나이 다스케비토 である 탁상노 히토모 카미사마와 모치라레마시다. 여러분들의 환경은요. 그래서네 미나산노 환경というものは 눈에 보이는 환경은 진짜 아무런 상관이 없습니다. 실제니 메니 미에르 환경というものは 진짜 내 얘기는 난노 치카라마 아리마센. 말씀과 함께 할 수 있는 사람이 있느냐 없느냐 그것이 가장 중요한 거예요. 본토니 중요한 것은 이츠데모 돈나 환경데모 하미노 미코토바토 토모니 쓸고토가 데키루노카 데키나이노카가 엘리야의 사역을 보면요. 나리마스. 실제니 엘리야노 시 하타라키 엘리야노 시에키오 미테미마스토 18장 16절에서 40절에 보면 갈멜산 전투에 대해서 나옵니다. 나이츠레츠오키 18쇼 を見てみますと カルメルさんの戦いについて出てきます。 1対 850の戦いでした。 エリア 預言者が アラブの偽りの 預言者たちと 戦って勝利したこと。 この 霊的戦いの 内容は とても簡単なこととなります。 너희 신이 하나님이냐? 내가 부르는 여호와가 하나님이냐? 850人の 偽りの 預言者たちが 信じている その 神というものが 誠の 神なのか 私が 信じている 私の 神が 誠の 神なのか 그가 진짜 하나님이냐 이겁니다. 도치가 誠の 神なのか 여러분 진짜 하나님이라고 믿는 그 믿음 속에 뭐가 있느냐면요 皆さんが 信じている 誠の 神だという その 信仰の 中には 何が あるんでしょうか 머뭇거림이 없었다는 겁니다. 엘리야와 아마리니모 その 信仰が 確かであったため、もじもじしたりすることがありませんでした。 여러분, 머뭇거리는 믿음은 믿음이 아니에요. しかし皆さん、 もじもじしているその信仰は 확고한 믿음, 흔들리지 않는 確かな 信仰ではありません。 もじもじすることなく、 いつでも確信を持って確かに
내가 세상 나라를 선택할 것이다. 하나님의 나라를 선택할 것이다. 신고가 나ります. 私가 世の中の 거기에는 머뭇거림이 있어서는 안 된다는 겁니다. 世の中の 국이で 生きているの 하나님의 국이 엘리야는 담대하게 가감히 히토로서 살고 영적 싸움을 한 거예요. このエリアは確かな信仰を持って一体850の霊的戦いをしました。ヨシュア24章中古説を見てみますと、ヨシュアがイスラエルの民たちに最後の個別メッセージをするときに言いました。もしも主に仕えることがあなた方に気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようとする思うものどれでも今日選ぶがよい。イスラエルの民たちに選択することを求めました。この選択を求めることは、あなたは神を信じるのか信じないかを求めたわけではありません。今日ここに子供のいる親の人々は皆さん体験したことがあると思います。自分の子供があまりにも苦しみを与えるとき、あなたは家を出るのか家を出ないのか、親の話をちゃんと聞いて家を出る出ないということは、家を出るのか出ないのか選択しなさいということではありません。出てはいけないということです。出てはいけないから強いて言っていることです。それと同じです。ヨシュアはイスラエルの民たちに、あなたたちはエモリ人の神々でも、自分の先祖たちが信じていた仕えていた神々でも選択しなさいということではありません。ただ神様、ただ主だけを信じなければならないということを、その選択を求めたわけです。これらをまだ体験したことのない我が幼いレミナントたちは、親が家を出るのか出ないのか選択しなさいというときに、選択してはいけません。出て行ってはいけません。選択することではありません。親からそう言われても、家に溜まっていなければなりません。その両親の本当の心の本音は、出て行かないでここにいなさい、お話を聞きなさいということです。全く同じです。神様は私たちに選択することを求めているわけではありません。選択してはいけないことを強いて言っていることです。このカルメル山の戦いに勝利したエリアも、勝利した後に問題が生じます。皆さん、神様が望んでいる通りに、私が願っていた通りにうまくいった時も、うまくいく時も重要ですが、時には神様が願っていた通りに、私が願っていてもうまくいかないなと思う、その時がもっと重要な時となります。エリアがカルメル山전투에서승리하니까、エリアがカルメル山の戦いで勝利したことによって、アブ王の奥さんであったイゼベルはエリアを殺そうと心に決めます。その事実を分かり、このエリアは逃げることになります。ロデムの木の下に逃げます。信じている私たちにも、時には転んだり倒れたりすることもあります。ある時には転んだり倒れたりすることが当たり前のようなこととなります。皆さん、世の中の人々、世の中の人々が仏教で言っているこの108煩悩と4つのことを、人生の4つのことを誠に知っているならば、彼らはその中で
答えを見つけたかもしれません。しかし重要なことは、そのすべてが問題であることを知っている、知っていながらも、まだ答えを見つけていないということです。ですので、彼らは今も、いまだにもその108煩悩の中で、人生の4つのことの中に、その人生の4つのことの中に囲まれて生きるしかないわけです。答えを知っている皆さんには答えを知っているから、その中の誠の問題が正しく見えるわけです。皆さんは神の使役に、神の働きに一緒に入ってきて、共にその働きのために動きながら、時には落胆も、時には倒れる時も来るかもしれません。しかし確かなことは、その問題の中で神様が望んでおられている、望んでおられている新しい神の計画を見つけることが重要です。その落胆、問題の中に溺れて神の計画を逃してしまうことがもっと大きな問題となります。エリアがルデン나무밑에서힘빠져있을때낙심했을때하나님은뭘준비해주셨느냐エリアがロデムの木の下で落胆していた時、神様は何を計画していたんでしょうか。エリアが準備해놓은게아니라미리그이전부터준비해놓으신것이었어요。正確に言いますと、神様はその落胆の中に落ちていたエリアのために計画を立てたわけではありません。前から神様はそのエリアにその計画を持っていました。7000人の残りのものを神様は計画していました。備えられていました。エリアの사역이갈멜산에서승리한그사역도중요한거지만エリアの使役の中でカルメル山での霊的戦いに勝利したこともとても重要ですが、もっと重要なことは、もっと重要なことは、私たち人間は足りないものですので、時には倒れたり落胆することもあるかもしれません。しかしその時に、その時に私に向けられた神の計画を見上げることができる状態であるのかということがもっと重要になります。エリアより더큰7000명의선지자エリアよりもっと엘리사라는제자大きい7000人の残りのもの、その弟子たち、そしてこのアラムの国の征服はエリアから始まり、エリシャが征服することになります。それが神様の完全なる計画となり、導きとなります。열왕기하에2장11절에보면죽지않고해오리바람으로하늘나라승천한사람입니다구약에서유일하게들리잖아요死ぬことなく죽지않고하늘로불려진자死ぬことなく神様に風と共に神様に召されていきます。예수님의재림전에있을믿는자들교회의휴거를믿는겁니다エリアは第二列王記2章中1章に記録されていますが、エリアは竜巻に乗って天へ登っていったと記録されています。これらの内容は私たちが後に蘇り天に登ることと同じ形となります。新約も重要なんですけれども、これから私たちに起きること、そのすべては旧約を見てみますと、もっと正確に見ることが出ています。旧約にすべてが記録されています。この世の中に打ち勝ち、世の中に勝利することができる奥義は神の御言葉です。神様は
キリストを送ってくださり、私たちに神の御言葉を与えられた理由は何でしょうか。この世の中には何の望みもなく、何の希望もないからです。そのすべての問題の始まりはアダムの現在です。ですので、皆さんと私はこのアダムの現在についてあまりにも気安く考えてはいけません。アダムの犯した罪であるその現在は、この世の中のすべての問題の始まりとなり、世の中のすべての問題のすべてとなります。その問題の始まりが解決されない限りには、その問題から抜け出すことはできません。ですので、私と皆様は、あなたには私を置いて他に神があってはならないという、この第一神の御言葉を忘れてはいけません。完璧なるその神を信じなければなりません。第二の神の御言葉は何でしょうか。あなたはいかなる像も作ってはならない。偶像は偽り者であるから、真理となる神の御言葉を握りなさいということです。第三の神の御言葉は、あなたの神主の名を乱れに吠えてはならない。人間は神様を高め、神様の名を礼拝しなければならないものです。そうしてからこそ人間です。そこから離れてしまいますと、人間であることを諦めたものとなります。先週私は、南の方の、刑務所の施設に行きましたが、すべてのメッセージが終わってから、その聞いた人々に質問をしなさいと言いました。全体で集まった時にもその質問をしなさいと言いましたが、そしてもっと細密に質問を受けるために、ちょっと10人ずつ分けてフォーラムしながら、質問があれば質問をくださいと言いました。そしてその時に聖書を部分的にもっと正確に見ることができましたが、その時ある人の質問でした。モーセが하나님을누구라고물어보면하나님이누구라고대답을해야됩니까。モーセが神様に、神は誰でしょうかと質問されたら、神様は何と答えばいいんでしょうかという質問でした。皆さん、神様は自ら存在する方です。創造主와피조물을같이여러분생각하셔야믿어지는。神様と創造主のある神様が一つとなるときに理解できることです。私たちが創造されたということは、その創造主のある神様が自ら存在する方であることでなければなりません。創造主하나님은당연히스스로계신분이돼야우리가피조물이되는거야。創造主神様は当たり前のように自ら存在する方でなければなりません。創造主なる神様が自ら存在する方でなければ、私たちは被造物となることはできません。それが答えです。学生は先生がいてからこそ存在することができます。스승이없는제자가있습니까。先生が存在しない学生もいません。患者さんがいなければお医者さんもいません。우리가창조주하나님을믿는다는것은내가그창조주하나님에의해창조된피조물이라는걸믿는겁니다。
創造主神様を信じているということは、その創造主から創造された被造物であること、それが私であることを信じるということです。この世の中の答え、世の中で確かな答えは、神様は完全なる創造主であり、その完全なる創造主の被造物は私であること、それ以外はありません。契約の神、創造主神を信じることが人間の根本であり、すべてとなります。次回の第3の神の御言葉です。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならないということです。それを一番味わわなければならない日が安息日、安息日の今日を礼拝するこの時間です。여호와의 하나님은 이스라엘의 하나님이요 여호와의 하나님. 今日の本文第一列王記中7章1節に記録されたものですが、エリアの告白です。私の仕えているイスラエルの神、そのイスラエルの神がエリアの神、仕えている神となり、その神様が私たちの神様です。もちろん神様は全ての人間を創造されました。しかしそのすべての始まりはイスラエルから始まりました。皆さん、イスラエルの国旗を見たことがありますか？神様がイスラエルの主、イスラエルの神であることを、その国旗を見てみますと分かります。皆さん、インターネットに入ってそのイスラエルの国旗を見てみてください。上と下に波の模様があります。上の波は何を指しているんでしょうか？イフラテスの川です。下の波はエジプトのナイル川です。ユフラテスの川からナイル川まで全てあなたたちに与えるということです。その間には何があるんでしょうか？ダビデの星というもの、三角と逆三角が合わされたその星の模様があります。それはアブラハムとマタイの福音書一章一節を見てみますと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、キリストの家系と記録されています。イエス・キリストから全ては始まりましたが、この世の中での始まりはアブラハムから、またダビデを通して始められました。その事実が今私たちにまでつながってきました。ですので、エリアが告白していたその神様は、イスラエルの神、つまり契約の神、生きておられ、私たちにキリストを送ってくださり、聖霊として共におられる神様、その事実を信じている人々の神様となります。ですので皆さん、本当にキリストを通して神様を信じるようになれば、その証拠は平安と余裕と待つことができるということです。私が神を信じているのにもかかわらず、私に平安と余裕と待つことができる忍耐がないということは、その人が信じている神様は契約の神様ではなく、この世の中の偶像となる神々です。主なる神様は必ず私たちにキリストを送ってくださり、十字架と復活によって私たちに平安と
安らぎを与えてくださいます。私たちはその神様を信じているわけです。その神様は私たちを愛して、私たちが倒れている時にはもっと大きな計画を持って私たちを導いてくださる神様です。 皆さん、世の中は創世記三章の自分中心です。すべてが自己中心です。それが世の中で言っている108、世の中で持っている108本能、そして世の中で全ての世の中の流れである4つのことです。創世記三章に 囲まれて自分中心、自己中心に生きている人々の内容です。その創世記3章の中に落ちている私は何の力も何か、何かをする力もありません。ですので創世記3章の中に落ちている人ではなく、創世記3章15節の女の子孫の答えを持つ人にならなければなりません。 가장 소망 없었던 나를 가장 중요한 자로 一番何の望みもなかった低かった私を一番最高の望みを持つ人と持った人として神様に用いられる人として召されたことになります。 엘리야가 생겼던 하나님이 그 하나님이 엘리야가 使えていた その神様は 우리에게 찾아오신 하나님이 그 하나님일 때 私たちに 尋ねてくださったその神様が一つになった時、私たちは世の中を征服していくことができます。その答えのある一週間となるように、イエス・キリストの御名によって祝福します。神様、感謝いたします。エリアが信じていたその神様、エリアを信じてくださったその神様が今私たちと共におられていることに感謝いたします。 来られてもいなかったキリストを通して神様を信じていたエリア、そのエリアより十字架の死とその復活を信じている私たちがもっと大きな答えを受けること、そしてもっと大きな信仰を持てることに感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。